マルセルフグは、スイスの車椅子陸上競技選手。1986年に、スイスのトゥールガウ州のプフィンに、4人兄弟の末っ子として生まれる。出生時から2分席追唱のため、車椅子の生活となる。1996年、10歳で初めて、ジュニアレースに出場し、車椅子陸上競技を始める。2001年から2003年には、 トゥールガウスポーツスクールに在学し、2004年から2008年までルゼェルンのタレントスクールに在学する。2004年のアテネパラリンピックにスイス代表選手として出場し、800メートルと1500メートルで銅メダルを獲得し、スイススポーツアワードで新人賞を受賞する。2010年からプロスポーツ選手として活躍する。2018年には、 スポーツ界のアカデミー賞とも言われる、ローレウス世界スポーツ賞の2017年の年間、最優秀障害者選手賞を受賞した。競技で身につける銀色のヘルメットから、スイスの銀色の弾丸との相性を持つ。日本で行われた大会では、大分国際シャイスマラソンで、2019年までに8回、優勝第35回及び、第38回第39回している。 また、2019年には東京マラソンで優勝した。4X400 メートルリレー、400メートル、800メートル、1500メートル、5000メートルに参加し、800メートルと1500メートルで銅メダルを獲得した。400メートル、800メートル、1500メートル、5000メートルとマラソンに参加したが、メダルを獲得することはできなかった。 400m、400 800m、1500m、5000m とマラソンに出場し、800m とマラソンにおいて銀メダルを獲得した。800m、1500m、5000m とマラソンに出場し、800m とマラソンで金メダル、1500m と 5000m で銀メダルを獲得した。800m、1500m、 5000メートルとマラソンに出場し、出場前競技で金メダルを獲得した。http://ipc.infostradsports.com/.asp/.lib/.teasp.asp ページットイコール 8937& スポーティドイコール 513& パーサナドイコール688,389ウーバーミッヒマルセルハグハットマルセルハグパラライダスレッドスイスペリリンペックハットマルセルハグロリアスハットマルセルハグインターナショナルペリリンペックコミッティ第39回大分国際シャイスマラソン記念誌2019大会東京マラソン2021 ありがとうございます。